こんにちは小原です今回はスライスボールに悩まれている方へアドバイスをさせていただきますトータルで2つのアドバイスをさせていただきますので一つずつ順を追ってチェックをしてみていただきたいと思います ドライバーでスライスをされている方、とても多いと思うんですが、ドライバーがスライスされてするからといって、ドライバーの練習をたくさんするのではなく、まずはピッチングウェッジ、こういった短いクラブでしっかりと練習を積んで、9番、8番、7番というように、正しく打てるように、順を追って練習するということが、まず最初に大事です。それでは1つ目のポイント、スライスされている方の多くは、グリップの持ち方が間違えていることがほとんどです。 このようにですねロゴマークに対して親指の位置が右側に来て左側に来ている方ですね、えー、プレイヤー目線、私の目線で見て左側に来ている方というのはどうしてもウィークグリップというグリップになってしまいますので、えー、インパクトの瞬間、右に向きやすくなります。なぜウィークグリップだとインパクトの瞬間右に向いてしまうかというとそれは人間の手の骨格がですね力を抜くとこのように斜めになっているわけです。 これに反してこういう握り方をしてますので遠心力が加わった時引っ張られてこういう動きになるわけですね。ですからフェイスが開いてスライスするというわけです。ということはどういうグリップをすればよいかということはもう明確ですよね。手を力をダラーンと垂らしたこの状態でグリップをするということがとても大事になっていきます。そうするとほとんどのケースの 拳が上から見たとき2つ、ないし3つぐらい見えるグリップになるはずです。これがポイント1。そして2つ目のポイントは、スイングの肩から肩のスイングがありますね。肩から肩のスイング。この肩から肩のスイングのフォロースルーをチェックしてください。この時にスライスされる肩のフォロースルーというのはこのような形になります。 今見ていて左手が上右手が下という形になっているように見られると思いますこうではなくフォロースルーでは右手が上左手が下という形になりますこれを専門用語でターンオーバーと言いますが右手が左手を追い越す動きこれをしっかりと練習してくださいこの動きをするためにはグリップエンドの動きを意識すると正しくできます フォロースルーでボールとターゲットを結んだターゲットライン上にグリップエンドが向くように心がけることで、適切なターンオーバーが行われて、インパクトでクラブフェイスが開くことなくボールを捕まえていくことができます。それでは実際にやってみたいと思います。まずはじめにグリップチェックですね。上から見た時に自分のグリップが2つないし3つ程度見えるように握ります。そしてフィニッシュで止まってください。 ここで止まりまます。止まった時に右腕が左腕の上に来ているかどうかそしてグリップエンドがしっかりとターゲットライン上を向いているかどうかということをチェックしてくださいそのような形になっていけばだん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 ボールはスライスボールではなく緩やかなドロー回転に変わってくるはずです以上2つのポイントを意識してスライスボールを克服してください